何事も。みんなのダンス。どの武器を強化したい？どの武器を転生したい？それじゃあ気をつけてね。どうしたのです？俺はまだ生きてきてる。いや、この感覚よみがえったのか。俺はあれからどうなったんだ。クルスは他のみんなは一体。この世界のことを知るたび
自分の罪の重さを改めて突きつけられたような気がした。わずかな血類を奪い合い飢えたレブナントたち、争いの果て何人ものレブナントがロストに落ちていった。身に降る火の粉を払うため戦いに明け暮れる日々、戦っている間だけは自分の罪から目を背けることができた。俺を助けてくれたのか、この血類は。そこに倒れている奴らに命じられてお前が集めた血類なんだろう。好きに使えばいい。他のレブナント奴隷のように扱う連中は少なくなる。次から気をつけるんだぞ。俺ケビンって言います。何かできることがあれば。また来る。今回の分の血類だ。少しは足しになると思うんだ。ありがとうございます。いつもすみません。俺ばっかりこんな。好きでやっているだけだ。お前が気にすることはない。何かあったら言ってくださいね。俺何でもしますから。俺が死に追いやってしまったレブナントの少年、そして忘れてはならないはずの俺の罪だ。気づかないうちにこんな大切なものまで失っていたんだな俺は。こんなことを頼むのは迷惑かもしれないが、他にも失われた記憶があるのならそれを取り戻したい。自らの罪と向き合い続ける。俺はそう決めたんだ。この当時の俺は何も分かっていなかった。長期化するクイーン討伐戦の中で子供たちまでもがレブナントとして戦場に送られた。討伐戦後頼れる人も力も持たない彼らは拠り所もないまま日々の渇きにあいでいた。少しでも救いになれば。あの時はただそう思っていた。その思いが悲劇を招く引き金になっていたとも知らずに。どうしたのです？非道なレブナントに刺激されていたレブナントの少女ケビン。ケビンに血類を施すのはいつしか俺の日常になっていた。だがその日はいつもと様子が違っていた。姿がどこにも見当たらず住処を激しく荒らされていたのだ。ケビンを知るというものから全てを聞いた。数日前に他のレブナントに襲われて灰になってしまったのだ。俺が渡した血類を狙われて。
血類を渡してさえいれば救える、そんな風に思っていたんだろう。生半可な覚悟のせいでケビンの未来を絶ってしまったんだ俺は。ああ、その後すぐに別のレベナントに血類を奪われてロストに落ちたそうだ。もう二度と忘れはしない。どうしたのです？石膏部隊の活躍によりクイーンの居場所を特定した。お前たちには周囲にいるロストの駆除に向かってもらう。ロストの駆除って、ちょっと待てよ、まだ訓練も終わってないのに。あとは戦場で学べ。心臓さえ守ればレブナントは不滅だ。お前たちの捨て身の一撃が未来を切り開くのだ。この野郎、よくも仲間を。そっちがいけねえんだぜ。ガキどもが回収した血類をこれ見よがしに持ち歩いてるからよ。奪い取ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。なに、お前は生かしておいてやるよ。これからも俺たちのために一生懸命働いてくれればな。くしょ、ふざけやがって。地獄のような日々が続いた。生き残るために奪う、それが当たり前だった。俺と同じような境遇のガキたちからも容赦なく奪えと命じられた。血類さえ手に入れれば命だけは保証される。今日は生き抜くだけで精一杯だった。そんな時だったんだ、ルイさんが俺に手を差し伸べてくれたのは。お前も経験済みだと思うが、こんな世界だ。他人を利用して楽に生きようとする連中は少なくない。血類の研究を進める傍ら、そういう連中と刃を交えることも多かった。それが少しでも救いにつながると信じて。どうしたの？ルイさんはどうして俺なんかに血類を恵んでくれるんです？大した理由はない。強いて言うなら、あの時生きて出会ったからだな。そんな理由で命を懸けて血類を？ルイさんの体が持ちませんよ。俺の心配はいいんだ。そんなことより自分が生き延びることを考えてろ。ルイさん、ルイさんが持ってきてくれる血類のおかげで奪い奪われる日々から解放された。灰になる恐怖に怯える必要もない。この血類は、この平穏は俺だけのものだ。誰にも渡さない。本当にいいのか？それで
血類不足で困ってたんだろ。ほら、遠慮しないでもらってくれよ。俺のことは心配しなくていいから。自分だけ生き残ったってつまんないし。それにほら、こうやって支え合って生きていくもんだろ、人ってのはさ。お前だな、周りに血類を分け与えてる水凶な野郎ってのは。だったら何だってんだよ。そんなに余ってんなら俺たちにも分けてくれよ。回収に使ってたガキがロストに落ちて困ってたんだ。余ってるわけねえだろ。お前らみたいなクソ野郎に渡す血類なんて一つもな。クソガキが。だったら力ずくで奪い取ってやるよ。あの血類を他のレブナントにも配っていたとは。そんなことをすれば何が起きるか分かっていたはずだろうに。どうしたのです？おい、持ってる血類をよこせ。さもないと痛い目見るぜ。おやおや、こんな坊やに脅されるなんてね。私も舐められたもんだ。俺は坊やじゃねえ。いいからさっさとよこしなよ、おばさん。くそ、ほらごらん、やっぱり坊やじゃないか。あんた覚悟はできてるんだろうね。気にしてくれよ。どの道血類がなけりゃ俺はあいつらに殺される。あんた無理やり血類を集めさせられてんのかい。だったらなんだよ、哀れな奴隷に恵んでやろうとでも言うのかよ。甘えんじゃないよ。自分の身は自分で守るもんだ。一つ仕事を引き受けてもらおうか。この地図に書かれたお宝を探してくるんだ。いいね。地図を頼りに行き着いた先にはたくさんの身を宿した血類の泉が人目を逃れるように生息していた。こんな大事なものを監視もつけずに取りに行かせて盗まれても文句は言えないよな。ご好意に甘えていただいていくぜ。もう会うこともないだろうけどよ。なんだいこれは。また懐かしいものを見せてくれるじゃないか。ああ、残念ながらね。レヴナントは何かしら記憶を失ってるもんだが、私は珍しいタイプらしくてね。記憶の欠損がほとんどないんだ。忘れたいことに限ってちっともなくなりゃしない。困ったもんだよ。あんた今みたいに人の記憶を復元できるんだろう。もしどこかで私に関する記憶を見つけたら教えておくれよ。もしも忘れてしまった記憶があるならどういうものなのか見てみたいんだ。
あの坊や、無事に血類を見つけられてたんだね。